国鉄総一経過車は、かつて、日本国有鉄道に所属した橋下た仮設専用の、ミサオエ車である。1920年、黒田武貞の発案により、鉄道省浜松工場で一両が製造され、1923年に、同工場及び、大宮工場、石川島造船所で五両が増備された、橋下た仮設用ミサオエ車である。製造時は、 1> ソ1十型と称したが、1928年の、称号規定改正により、ソ一型と解消された。後年製造された、ソ二百系、ソ三百型といった橋桁仮設用ミサオ従車と、異なり、上型にブームを展開する方式で、橋桁の一端を車橋で支え、もう一端をロープを使用して、ブームで釣り、現場に運んで仮設する。しかし、 この構造上、電角区間や曲線区間、トンネルの高行といった箇所で作業を行うことができなかった。また、ウィンチも手巻式であった。車体は側部がトラス構造となっており、ブームも同様であった。台車は直径 600mm の小型車輪を持つアーチバー式の二軸ボギー台車4機を備え、これを2機ずつ前後2軍に振り分けた2から二軸複式ボギーである。 全長は 22,931mm、地長は73.0トン、扱い荷重は28トンであった。全国の建設事務所に配置されたが、最も古いミサオへ車であり、扱い荷重の小ささや取り回しの不便さが目立つようになり、1960年に後継のソニー1 0 0型に代替され、1969年度までに廃車となった。ありがとうございます。